皆さんこんにちは、オリオンこと上村のようです。今日はですね、前回出したボイトレの動画でブラボイとジュゴエっていうのがあったんですけど、それを、撮り終えて編集頑張ってやったんですけど、自分なりにこう、なかなか言い尽くせへんなっていう思いがあって、でなんとなくこう、カットした部分もめっちゃあるから、それで全体の流れとしてはこれ入れにくいなと思ってカットしたりとかもあるんですけど、ちょっと話しようかなと、すごい重要な部分なんで、裏声と地声で、その声っていうのをトレーニングしていくっていうのは、その声帯のトレーニングが重要ですよって話、これは分かるやんな、でその声帯の動きっていうのが、4つの動きがあって、裏声、伸ばすと、開くと、縮むと閉じるっていう4つの動きがあるな、で、その4つの動きを、ちゃんとコントロールできたら、声帯の動きとしては、全部動くわけやん、なんとなく分かるか、それは分かるやんな。分かってないとは思うけどな。僕もよう分からんと思わないで、その例えばそのスポーツやったら何かをするときに何筋を使いますみたいな、そしたらそこを鍛えるや、その何かの動きをしたらその筋肉って動くわけやけど、そればっかりやるんじゃなくて筋トレっていうのをするやんか、その、サッカーやったらサッカーでひたすらサッカーしたらその筋肉使うわけやんか言ったら、せけどパフォーマンスが上がるためにはその個々の筋肉を鍛えるということが結構必要やと思う、そうじゃないとそのキックが例えば正確に打てへんとか、そのシュートが速い球がいかへんっていう人はやっぱりそれに必要な筋肉が弱いんやと思うね。そのプレーの中でそれを何回繰り返しても他の筋肉の方が強く作用して、その筋肉あんまりあれやからそこまで速くならへんと思う、シュートが、そうやったらそのシュートが速くなるための筋肉で何かっていうのが分かったら、そこをたくさん鍛えたりとかしたらその次シュート打ったらやっぱパフォーマンスが上がると思うね。そういう感じでその何筋が作用してるっていうのがあって、でそれをちゃんとそれぞれちゃんと必要な分を動かすようにするっていうのは、スポーツの世界だったら全部あることかなと思うんですよね、で、このボイトレとか歌っていうのも結局声帯とか、呼吸に関する筋肉とか全部筋肉を動かすことやんか、だからその何の筋肉が動いてるのかなってことが分かって、そこをトレーニングしていくっていうことが大切かなと思うんですよね、それでその伸びるっていうのと開くっていうのと、縮まるっていうのと閉じるっていうこの4つの動きが声帯にありますよって言って、でそれを、それぞれちゃんと動かせられるようになったらその必要な筋肉ができたってことや、でその例えばそういうスポーツ選手ってサッカー選手とか僕より筋肉すごいわけやんか、でもその別のスポーツやったらいきなりそのクオリティでできるってやっぱないやんか、やり慣れてへんとやっぱそれって無理やん、テニスやるとか、筋肉は違うけど、そのやっぱそこでその筋肉を動かすってまた別のことやん、筋肉があっても動けるかどうかってまた別やん、だからそのそれを動かし慣れることってやっぱ必要はないな、筋肉自体が育ってるってことと神経がこうパターンを全部熟知していくってことと2つあると思う、でそれってやっぱその経験が必要やから、その声帯の4つの動きがちゃんとできるっていうことと、でそれをその必要な割合でその4つを上手に使い分けていくっていうことと両方やっぱ必要ですよっていうことなんだ、それでその伸びると開くが裏声系ですよ、縮むと閉じるが地声系ですよっていうふうに、言ってみるか、で、裏声っていうのは伸びると開くやけど、伸びるが一番重要な筋肉で、自分の場合縮むっていうのが一番重要な筋肉、
って考えてみるか、うん、でその伸びるにしても縮むにしても一応それで音程が取れる、ピッチが取れるんです。うーん、それによってラーを出しますとかドを出しますっていうコントロールが縮むことでもできるし伸びることでもできるんですよ。その音の取り方が裏声伸ばしてこうピッチ取ることもできるし縮んで取ることもできないから、うーん、それの取り方が要はあーって地声ケアと縮む方で考えやすいんですよやっぱり。うん、で、あーって裏声ケアと伸びる方で考えやすいんですよね。うん、でそれがこうあーって考えていってあー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 ってやったらピッチの取り方を変えてるわけなんです。うん、うん、でガタつきが起こったりするな。うん、でその裏声系と地声系っていうのがあって、でそこのコントロールがやっぱ難しいからいろいろトラブルが起こってるっていうふうに言ってんねんけど、うん、でその何が一番難しいのかっていうのをあの動画で言ってるのは地声の縮むっていう筋肉がとりあえず難しい筋肉なんやって話をしてるんですよ。うん、その裏声がきれいに出せへん人ってめっちゃ多いから裏声がちゃんと育ってませんよっていうのがまあ多いんねんけど、うんうん、でもそれっていうのが結局その地声自体がちゃんと出せへん人が多いのかなっていうふうに思ってんねんな。うん、縮むっていう筋肉がすごくシンプルにもし動いてたら裏声っていうのもある程度出しやすいんちゃうかなと思うんやけど、その地声っていうのがその息の強さと比例して動かすことに慣れてるんですよ。うん、それで裏声と地声っていうのがもう相入れへんくなってるっていう。うん、そのあーってこうそのあーって出すのあーってこう息の強さでこの声帯の地声の縮むっていう筋肉をコントロールしようとしてるからその全てうまくいきにくい状態が起こってる。うん、でまあ、僕は考えてるんですよね。まあ、全て、まあ、全ての全てじゃないかもしれないけどそういうことがすごく多い。うんうん、でその縮むっていう筋肉っていうのがすごくコントロールが難しい筋肉なんですよ。うん、で縮むっていう筋肉はほんま特殊やね。僕の中ではすごく特殊って考えてるんだけど、うん、そのこれは動画で言ってへんかったんやけどその伸びるっていうのとか開くっていうのとか閉じるっていうのはその関節に作用して動く筋肉なんよね。うん、だからこう筋肉ってこう関節にこう作用してこう動くやん。わ、うん、かります？なんとなく。うんうんうん、でその関節のところで縮むとそこのこっち側が動くしこっち側縮んだらこっち側が動くっていうような形で伸びるとか開くとか閉じるっていうのは動いてね。うん、でもその縮むっていうのはその関節に作用して動く筋肉ではないんですよね。うん、っていうかむしろその動きを催さへん筋肉なんですよ。うん、で何かって緊張するだけなんですよその場で。うん、だから何かのアクションが起きるんじゃなくてこう僕はこれ声帯の自分の筋肉でさこうなるってことなんですよ。緩んでる緊張する緩んでるってこういうことなんですよ。うん、この加減をコントロールすることで音程を変えていったりとかまあいろいろするわけです。音の変化を起こしてるわけないけど、だからそのアクションじゃないってことなんですよ。うん、その緊張具合を変えていくのが地声なんですよ。でそれがまあちょっとやりづらいっていうか、うん、でどうしてるかっつったら息を強くして声帯閉じて、そしたらそのここの圧力に耐えようと思ったらグッて頑張らないと耐えられへん。うん、そういう形で強い息っていう刺激があることで声帯をこう緊張させようっていうやり方がまあ普通になっちゃってるんですよ。うん、で、あーってやるときに高くなればなるほどこいつを強く緊張させたいから息強くなってあーって頑張るっていう風になってる。うん、うん、でそのやり方やとどんどん息プレッシャー増していくわけよ上に行けばいいほど。うん、でも裏声に切り替わった瞬間もプレッシャーってはーって全然かからへんやんか。うん、なんかひっくり返っちゃうってこと。
ことが起こるんですよ。だから息を強くすればするほど分離していくね、自分とバラバラ離れていっちゃうの、息を強くせずに自分の筋肉っていうのをコントロールするってことが非常に必要ですよってことを言ってるんだ。でも息を強くして反応させるっていうことに慣れてるから、息弱くしたらもう反応しないんですよ、でどうすんねんってなったら、まあ簡単に言うと裏声に持っていくしかないんですよ、そのハーって出してるのをこれ力入れへんくなったらはぁーってもらう声になるしかないんですよ、で、裏声にまあするんやけど、でもその裏声にしても結局自分の筋肉反応させへんかったらただはぁーにしかならへんねんか、で、どうやってその自分の筋肉を反応させんのかっていうのがその動画で言ってるのは、実はその裏声になっちゃうって言ってるけど、裏声にすることで実は地声が入りやすいっていう状況が起こりやすくなるんやってことを言ってる、ややこしいこと言ってるけど、だからその縮むっていうのが刺激するのを最初はこう息でやってるわけやんか、でそれをその縮むっていうのの反対側の筋肉をやることで縮むっていうことに対してこうアクションしやすい状態を生んでるっていう、なんかギュッて、まあ、縮むっていうのがブワンって引っ張られるからギュッて意識しやすいっていうか、なんかこうこっちの先にこう綱みたいなのがあって両サイドから引っ張ってもらったらグッてこのくらい引っ張るとかできるやんか、でもめっちゃ余ってる感じだったら何歩やってもこう実感がないからギュッてなっちゃうやん、でピンって張られてるとこのくらい縮むとかしやすいやんか、だそのピンと張られてることって自分の筋肉の反応というのは細かく正確に起こりやすくなるんですよ、そうすると力がいらなくなってくる、まあそんな感じで裏声の筋肉が反応することで地声がコントロールしやすくなるんですよっていうのを、その息のコントロールからそっちに移ることがすごい大切ですよっていうのが、でだからこそ低いところで裏声出すっていうのを頑張りましょうって言ってるね、その低いところで地声で頑張っていったらこの辺って別に息プレッシャーかけなくても出んやけど、この辺なんてちょっと頑張るわけですよ、でこの辺なんてめっちゃ頑張るわけですよ、でここ出ないってなるわけですけど、そのこうやっていく中ではいこっからじゃあ裏声にしますってなってもやっぱこの辺ってもうプレッシャーかけてるんですよね、でこっから裏声にするって言ってもどうしてもガタンってしちゃうから、低いとこから裏声のコントロールっていうのをたくさんできるようにしておきたいんですよ、で例えば地声のあー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 あってめっちゃ低いところっていうのも実は裏声の筋肉がしっかりすると、まあ、ちょっと出しやすくなったりするなって僕はちょっと感じてるんですけど、だからその地声の筋肉だけだと地声はやっぱ動きにくいんですよね、かといって息のプレッシャーとかもかけられないんですよ、低いとこって、そうするとちゃんと出せないんですけど、裏声の筋肉がちゃんと反応したら、まあそれがちょっと出しやすいよっていうことを言ってるんですよね、でちょっと今低いところで裏声の筋肉っていうのは僕の感覚なんで、科学的にどうかちょっと分からへんけど、そのもう一つその動画で言ってるのは喉仏の動きっていうのも裏声的なんですよっていうのを言ってるんだけど、だからひょっとしたらそっちを感じてるかもしれん、低いとこは、だから裏声の筋肉を動かしてるつもりで実は喉仏がバンと安定してることで、まあ同じことなんやけど結局はことで地声が反応しやすくなってるかなと思うんだけど、そうなんです、喉を鍛えていく、喉仏の筋肉をしっかり反応できるようにしていくっていうことによって地声がまたコントロールしやすくなっていくんですよ、っていうとこなんですよ、それをまあ伝えたかったんですけど、あの動画よりはちょっと見える、どうしても誰もいいとこで言うとどこまでどう話するっていうのが分かりにくいんですよ動画っていうの、でまあ今ってそんなに質問されてるわけじゃないけど、やっぱり人がいると
こう話したいなっていうのはすごく見えてくるから、うん、まだちょっと言えたのかなっていう感じはするんですけど、うん、これもまあ理論だけ分かっても結局難しいのかなとは思うんですけど、うん、でもそのとりあえず息で頑張ることはまあ方向として間違いますよっていうことかな、うんうん、だから裏声っていうのがその声全般に対してまあ土台になるというか下地になるというかそういう状態があればあるほど声というのは出しやすくなってくる、うん、そうすると地声がやりやすくなるっていうのをその見つけていくのがまあボイトレなのかなって僕は思ってるんですよ、うん、だから裏声大切ですよっていうのは裏声がベースとしてコントロールできてると地声も入りやすいからまあ音色もいろいろ出せるしボリュームも出しやすいし、うん、で頑張らへんから楽やしっていう風になってくるんですよね、うん、っていうのをまあちょっと伝えたかったんですよっていうお話なんです、うん、はいまあちょっとね言葉の世界理論の世界やからそれでじゃあどないなんっていうのが難しいかもしれへんけど、うん、一応まあ理屈的にはなんとなく見えた感じはあるのかな、うんうんうん、っていう感じなんですよね。でまあ地声と裏声混ぜるとかミックスボイスとかそのあと喉を開けるとか動画でも言ってるけど似たようなことをみんなやっぱり言ってるんですよね、うん、でもそのなんかそのなんていうかそこだけそうするみたいな感じとか、うん、そのこういう風にしたらなんか技っていうかそういう多分捉え方っぽいなって僕は思っちゃうんですよ。うん、でもそうじゃなくてこうもっともっと声そのものっていうのはもう本当そういう地声とか裏声とかがそういうバランスしてるんやっていうところがもっともっと見えてきたいし、うん、その裏声っていうものの本当のこう可能性とか必要性っていうのが多分だいぶ他の人よりは僕の方が多分大切やって多分思ってると思う。うん、うん、だからそのミックスとか地声が高く出るために裏声必要って多分みんな思っていると思うんですよ。うん、でもその裏声っていうのが何よりも実は基盤になってて、うん、まあ家の基礎みたいな、うん、めっちゃええ家建てたけどなんかボーンってジャンプしたら全部倒れたみたいな、うん、そのくらい儚い弱い危険なもんやねん。地声だけ頑張るとか見た目がかっこいい声でも裏声がしっかりしてへんとやっぱ危ないとか、まあ、それしかできひんとかそんな感じなのかなと思うけど、うん、裏声っていうのがすごいしっかりしてるっていうのが、まあ、すごく大切なんですよっていうお話なんですよね、うんうん、っていう感じでした。はいまあ今回はそんな感じでしょうかな。うん、うんうん、そんな感じでした。はい、はい、ではオリオンこと上村のりおとその奥さんでした。バイバイ。